来るから最初にこうみんなで、僕は民芸が好きなんで、未来の民芸を考えましょうかとか言って、あと人間の絵を描けないので動物、未来の動物を考えましょうかっていうところで、いろいろ考えていたら、ちょっと亡くなった皆さんの名前まだ全然覚えてないですよね。動物のところで皆さん、すごいね、絵が、津山さんとすごい絵が上手いし、これはなんか胃袋をこう差し出して、食べ物をこうもらう、もらう小武装みたいな猫とかですね。とかですね。あとまあ多かったけど面白かったのは平さんのとか、でかい平さんでしたっけ？はい。なんかでかい機嫌にして働かせるとかですね。うん、まああとこれだよ。こうさん、なんかこう食べても食べてもこう身が元に戻るうしみたいな。だからまあそういういろんなこう生物とか人間とか進化を遂げて、まあ人間も育つ人間とか、あとなんか豆鉄砲を打つと。過去に飛んでいって、過去の偉人を攻撃する。結構割と面白かったんですけど、まあそれでどん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 やっていったら、最初の頃、オーライさんがあんまり全然出さなくてですね、最後に1個だけ出したのが、まあ生物がなんかこう、すべてお飯状に、これは20個セットなんですけど、なってるのが最終形ってやつ。もう一回言ってくれる。おはぎになって生物が。生物が。生物の最終形がおはぎになって。おはぎになって。20個セット。まあこれは20個セットなんですけど、まあ要はそれはあなたたちも最終的にはおはぎ。おはぎ。未来は全てで、これはまあ最終形書いちゃうとただのおはぎの箱になっちゃうので、そうじゃなくて最終形になる、まあ、その世界の破滅の終わり、最後おはぎの終わりの1時間前に、まあ、おはぎのこの蓋を開けるとその名残がちょっとずつあるんですよ。だからこれちょっとカニの名残があったりあとまあなんか鳥の名残かなみたいなのがあったり、まあ目の名残があるとかちょっとずつ名残がある、まあ、おはぎのこれ何個セットなのか数えるなと思うけど、セットがまあこの定価3000年未来のおはぎっていうやつなんですけど、でちなみにそれを売ってる売り主は、この津山さんです、はい、虫歯アイドルのミクちゃんっていう虫歯なんですけど、自分にこう虫歯で歯をどんどん荒らしていくんだけど、で飼ってるんですよね、ミクちゃん。で拡大するとすごく可愛い。彼女が売ってる世界最後の姿のおはぎセットが、まあ、Z チームが描いたフューチャースケッチ。まあ簡単に言うと、でもまあおはぎになるんじゃないかなって僕も思い出しました。思い出しました。だから次のチームやると心配なんですけど、もうちょっとおはぎにしか思えない。ちょっと前の未来を見ましょうかね。こういう感じですか。はい。はい。